中田浩二は日本の元俳優である。本名は中田博二。1909年9月14日、長崎県長崎市瀬の脇町に生まれる。父、中田伊十郎は貿易省を経営する傍ら、国家主義者、東山光の政治結社現用者に入社し、孫文の第三革命にも参加していた。 朝日神城小学校から長崎県立警保中学を経て1930年日本大学専門部芸術科を卒業。卒業後、直ちに野戦重宝第6連隊に幹部候補生として入隊。除隊した1932年10月、スカウトされて日活渦政撮影所に入社。1933年2月に公開された熊谷久虎監督映画。 彼女の道で映画デビューを果たす。1934年、日活玉川撮影所に移籍した後も、主演俳優として、主に熊谷久虎、牛原宇都彦の監督作品を中心に活躍した。1937年7月、王将。折から勃発した品事変に従事して三連にわたって、北史を転戦するが、1939年に、軍僧で帰還し、 日活にまた者。1940年、清瀬栄二郎監督映画、第一に作が、復帰作であり、伊沢一郎、轟幸子と共演。しかし、以降は、第二次世界大戦の突入に伴い戦記映画に、多く出演するようになり、1942年に、公開された、田口明監督映画、将軍と参謀と兵では、 広報連絡の途中で壮烈な戦死を遂げる参謀を講演した。同年、同撮影所が大英に統合された後も主演俳優として活動を続けるが、1943年に公開されたヌ波ミサ監督映画、結婚命令で主演したのを最後に出演機会がないまま、翌1944年に再び王将され、 関東軍野戦自動車省の満州第77部隊に総長で入隊する。1945年、終戦とともに帰国日本人の警護隊員として帰国した。戦後、中田は映画界に復帰せず、郷里である長崎市へ帰り、1946年に土木建築会社を設立する。翌1947年4月、 1> 第1回統一地方選挙で長崎県議会議員に立候補して当選し、一期、勤めた後、1952年10月の第25回衆議院議員総選挙に立候補するが、時点で落選。1953年、上京して熊谷久虎と芸権プロダクションを設立し、同社の専務となる。1956年からは社長に就任し、CF や、 記録映画の制作にあたり、1977年末に辞任するまで長く活躍した。1979年に発行された日本映画俳優全集団有編では、存命人物として、東京都目黒区上大崎の連絡先が示されている。以後の消息は不明とされていたが、1980年1月8日、死去した。満七十歳没。漫画家。 柴田亜美は、大名にあたる。えつちゃん乗り出す。左から、中田浩二、えつちゃん、星道子、黒田清。ありがとうございます。